どうも皆さんこんにちは風船宇宙撮影の岩屋圭介ですえー、今日は風船宇宙撮影のお話少しさせていただきたいなと思います突然ですが皆さん子どもの頃の夢って何だったでしょうか、えー、私はですね子どもの頃から理科が大好きで、えー、宇宙も好きでしたそして実験することが好きです何か作ること大好きでしたそんな子ども時代の私が憧れていた人ザ・なりたい大人という人がいまして こちらの人ですきっと皆さんご存知のことかと思いますバックトゥザフューチャーのメットブラウン博士ですねあの彼のような発明家というか科学者ですかあのような自分自身でやりたいことを突き詰めてそして自分が作った装置に囲まれて生活しているような彼の姿に私はすごく憧れていましたそして彼のような大人になりたいなとずっとずっと思っていたんですが、えー、大人になるにつれて 彼のような職業がないことに気づき彼のようになるにはどうしたらいいか分からなくなってしまいましたそして大学4年までずっと行ってしまうんですがそんな中出会ったものが風船を使った宇宙撮影でしたえーとですねこれは外国の大学生が自分自身で作った装置で 宇宙を撮影したよというアメリカの学生ですね小さな小さなニュースだったんですが海外のニュースサイトで偶然インターネットをしていたら見つけましてそのニュースを見て私はとても大きな衝撃を受けました宇宙開発というと通常国家事業などでとても莫大な予算がかかるもので到底個人でできるものだとは思ってませんでしたその固定概念が破壊されたんです自分自身もやってみたいと思って始めたのがもともとの一番最初です やはり自分自身が子どもの頃から宇宙が好きだった何かものを作りたい発明家になりたいというのがうまく交わったのがこのバルーンを使った宇宙撮影だったんですねそしてやってみたいって思ったのはいいんですが洗礼何もありません今インターネットが普及していてとても便利な時代です調べれば大概のことは見つかりますただ何もやったことがないものに関しては見つけることができないんですよそしたらどうしようとまあやっぱりやってみるしかないんですとりあえずやってみようということで えまず材料探しですまあ宇宙開発しようと思って100円ショップや手芸屋さん東急ハンズですねまあ到底考えられないような場所なんですが、まあ、とりあえず手元にあるものから作ってみようと思い一番初めの装置作ってみましたカメラも大したものを使ってませんこういう白い球体の中に、えー、とバルーンを使ってカメラを積んでいたという情報だけはあったのでその2つの情報を元に作ってみましたこれでで白い球体体の物ががが出来上がったんですが 上がったたものをふと見て気づいたんですよこれ飛んでったらなくなっ,なくなっちゃうんじゃないのとなくなっちゃうんだと困りますからえ例えば紐をつければどっかに行っちゃうこともないんじゃないかというふうに考えまして紐をつけるんだったら巻き戻しの装置があると楽ちんなんですよ巻き戻しの装置で身近なものというと釣り具屋さんにありますねリールですリールがいいんじゃないかなと釣り具屋さんに行ってみましたら私が求めるリールが10万円くらいしたんですよ 10万円はまあ学生でお金もなかった中の開発なので、とてもとても出せる金額じゃないです。ここで諦めるかというと、そういうわけにはいきませんから、ちょっと家に帰って考えます。家に帰って床をふと見ると、なんかリールのような形のものが落ちてるんですよね。ゴミ取りのコロコロです。コロコロがこう回すとリールっぽくなるんですよ。まあ、そのまま巻くと大変なので。 ダンボールを巻いて直径を大きくして少し楽にしようというふうに考えこのようにリールを作り上げましたはじめ10万円かかると言われましたけど100円もかかりませんでした <laughs> ありがとうございますそしてですね順調に進んでいるような順調じゃないような感じなんですがこのようにヘリウムボンベが必要なんですよ風船を膨らますためにはヘリウムガスが必要ですそしてこのヘリウムボンベが家に届いてさあ実験をしようと思ってボンベを見ると重たいんですよね何十キロってありますとてもとても運べるものじゃありません じゃあ今どうしようと実験するにもしようがないなと思ったんですがまあこれはえふと気づいて困ったんですがバルーンを自転車にくくりつけて持ってしまえばボンベ持ってかないから楽じゃないかということでこのようにバルーンを自転車にくくりつけて私は街の中を走って実験場所まで行ったんですよまあ当然町の人からはあの人なんだろうと思われるんですがまあバルーンついてて愉快なだけですし誰にも迷惑かけてませんからまあお構いなくやってしまいました。 そして向かった先が北海道大学の裏庭です私自身北海道大学に在籍していましたしえ調べてみるとえ北海道大学の校則に裏庭で風船を上げてはいけませんって書いてありませんからまあこちらは問題なく使わせてもらいました実験の風景ですこのように一番初め飛ばした装置ですねもう普通のパーティー用のバルーン使ってます優雅に上がってるように見えますよねまあこれ全然大失敗でした上げてみたものがバルーン同士がぶつかり合ってしまうんですよ ぶつかって、ぶつかって、もそれがすべてカメラに振動が伝わってしまうので、撮れた映像が本当に文句の叫びのようなものになってしまっていて、いいかとは何もないです、見てて気持ち悪くなります、これは大失敗でした。しかし、やっぱりやってみると分かるんです、例えば装置を作ってみないと分からなかった、ボンベが来て分かった、そしてリー,ルをリールがないんだったら作ってみて分かった、リールが使えなかったかもしれません、やってみたから分かったんです、この装置を作ってみたからうまくいくかどうかが分かったんです。 まずやっててみるることとかからら始めると初め考えても分からないです一歩進むとまた一歩違うものが見えますもう一歩進むとまた見えてくるのでここは失敗したっていいんですどん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 先に進めるんですやってみることってすごい大事だということを学びましたそこから3号機4号機とどんどん作っていくんですがえと1号機紐付つけてました2号機3号機紐付つけました紐付つけていると宇宙が取れないということに分かったんですよ それで、えー、宇宙を撮るためには空に放たなきゃいけなくなったんですが空に放つのはどこか飛んでいってしまいます装置もどんどん大掛かりになってしまうので自分一人でやるのはちょっと大変になってきましたそれなのでちょっと仲間を探そうと思って学友なり知ってる大人なりにいろいろ声をかけました普通風船で宇宙を撮ろうと思ってるんだやってみたいと思ってるんだと仲間見つかると思いましたどうやら考えは甘かったようです、えー、皆から言われましたそんなことやって何になるのと まあお金にもならないし時間もかかるし努力もかかるしそれで得るもの何もないのに何でやるのとかまあ他の人がやってないんだったらそれはできないことか価値のないことなんだよとすごい言われましたでもまああの他の人がやりたいことじゃないんです理解得られなくても仕方ないんです私自身がやりたいことなんですなので引き続き1人でやることになりました空に放ってしまうとどこかに行ってしまうので え場所を見つけけないといとません仕方がないので GPS という便利な機械が今あるのでそれを詰め込むことにしました GPS を詰めてもいいんですがどこに行くかをある程度当てをつけないと例えば山の中に落ちたり海の中に落ちると見つからなくなってしまいますなのである程度当てをつけることにしました札幌市から上げて東側には広大な農地が広がっていますこの辺りに落ちてくれればおそらく回収できるんじゃないかろうかとえこの風の予測もジェット気流というものがあるとか あと、偏西風というものが吹いているとか、そんな情報をなんとなく頭の中にあったので、まあ多分東に流れてくれるだろうという非常にいい加減な予測の上で実験をしてみました。さあ、飛ばしてみました。飛ばしてみて心配なので gps で場所を確認しています。するとですね。恵庭とか出てくるんですよ。恵庭って札幌の南にあるんですよね。こんなはずないんですよ。おかしいんですよ。これは機械の誤差だろうと。私は思い、もう1回検索かけてみました。 そしたら、四骨湖の西側にいるんですよね。さらにおかしな方向を飛んでってます。これは何か悪い夢だと思って、もう一度検索をかけると。 室蘭沖に落ちてるんですよね海上に落ちてます、えー、これ飛行経路なんですけどこのように飛んでここの海の上に落っこってしまいました初めの予想地点ここです予想と全然違いますもうこれは到底無理だなと私は思い知らされましたやっぱり外国の大学生が優秀だったからできたんだろうとかまあいろんな人に言われたことが正しかったのかもしれないとか自分自身の挑戦が無謀だったのかもしれないとかいろ,いろ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 悩みました それでですね、えー、10日間くらい経った日、突然苫小牧の人から電話が来たんですよ、なんだろうと思ってで、電話を取ってみると、あなたの不気球を海岸で拾いましたよ、ここから流れてきたんですよね、苫小牧まで、そして偶然、流れ着いたものが偶然親切な人に拾われて、しかもそのデータが偶然壊れてなかったんですよ、そちらがこの映像です。札幌市から上げまして、どん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 街の様子が離れていきますね。 そして、えー、どん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 離れていって後ろに見えるのは羊蹄山ですね見えるはずのない支骨湖が見えてきて支 <laughs> 骨湖ですここで映像は止まっていたんですが偶然本当に幸運に恵まれて4号機が帰ってきましたその4号機を手にして私はもうそれまで到底無理だと思っていて諦めかけていましたこれを手にしてもう少し頑張ってみたらと誰かに言われたような気がしましたので。 私はもう少し頑張ってみることにしましたそこから1年間です16号機でようやく自分自身で撮りたい宇宙の絵を撮れるようになりましたそこまで15号機延々と失敗を繰り返しますこちらニセコから上げたんですよそしてどん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 上がっていきちょっとずつ宇宙の景色になりこれ上に見える白いものバルーンですそしてこれは北海道の西側が見えますね 爽や湖が美しく輝いていますこのような景色をとって、えー、バルーンが破裂して帰ってきましたこの一連あ…ありがとうございます <laughs> ありがとうございますさあこの一連の経験を通して私は失敗してもめげずにずっと続けていればいつか宇宙ですら成功できるということを学びましたさて現在ではもう、えー、ここからさらにさいろいろなものを作っていき64基の装置を作っています えー、日本一たくさん失敗してます日本一たくさん成功もしてますやはり失敗失敗というものは避けるもののように言われていますが失敗は悪いものじゃありません失敗するよりは成功する場合にもいろいろありますけど偶然成功してしまうよりは失敗した方がいいことを教えてくれるんですよ偶然成功してしまった場合は何が悪かったんだか教えてくれません失敗はいろんな悪かったところを教えてくれるのでさらに先に進めますやってみることでどん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 先に進んでいけるんです そして、えー、最近の風船宇宙撮影どのようになっているか一つショートムービーを作りしましたのでお見せしたいと思いますこちらですね、えー、十勝平野の草原です一面人工物は何もありません、えー、この場所に装置が落下しているんですよそれは私は探していますこの場所に偶然落ちたわけではありません私が 当日の風を予測しそしてここに落ちるように全て計算した上でこの場所に落としていますこのような装置です白い球体です発泡スチロールでくるまれています中にはカメラが入っていますえもともとは昔はトイカメラという小さいカメラを使っていたんですが最近はプロが使うようなカメラも全て動かすことができるのでえ世界中美しい映像が撮ることができるんですねこのような大きなバルーンに 吊るるしててあるだけですすののの中にはカメラや GPS その他諸々の機器などが入っていますこのバルーンは大体今1 6メートル2メートルくらいですかくらいの大きさなんですが上空に上がっていくにつれ気圧が低下していくので風船がどん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 大きくなっていきますこの打ち上げなんですが空を飛んでます空飛んでますので、えー、いろいろな国内法に関わります例えば航空法ですね えー、そういいっったたももものにすててて申請ををを出しし上上で許可をもらって打ち上げをしています風船はだん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 上がっていくんですが、えー、雲に入っていくんですけどこれ大体どのくらいの速度で上がっていくかというとだいいた時速20キロで私たちの身近なものというと自転車ですね車で運転して外の景色見ていてもあまり景色覚えられません 自転転車で運転しててると大体景色覚えてますよね、えー、この空の遊覧をするのに一番いい速度って風船くらいの速度なんですロケットだとちょっと早すぎてすべて覚えてほとんどすぐ通りすぎてしまうので見ることができません風船宇宙撮影の醍醐味がここですねそしてどん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 高度を上げていきます現状、えー、かなり冷えてきましたねマイナス50度60度70度と冷えてくるんですが、えー、このくらいの気温になってしまうと 機械は全てバッテリーで動いているんですがバッテリーが動かなくなってしまいますなので、えー、私はさまざまな機械を上空で動かしたいのでそのバッテリーを無理,やり無理やり動かすことができるような発明品を自分自身で作り上げることでさまざまな機械を動かすことができるようになっていますこのように、えー、ちょっと曇ったりしてますけどなかなかこの辺に来ると不思議な自然現象が見れたりします例えば私たちに身近な水がありますね えー、水はですねこの高度に来ると常温のまま沸騰して凍るんですとても不思議なことが起こるんですなので気温が低いんですけど一回凍った水が溶けてこのように気化していますこのまま順調に風船は上がり続けますそして、えー、毎回目指している高度というのがありましておおよそ3万メートルくらいの高度を目指していますこれがちょうど3万メートルくらいの高度です なぜ3万メートルの高度を目指しているかというと3万メートルまで行くと私たちの住んでいるこの場所と比べて空気が100分の1程度しかありませんなので空気に邪魔されずに撮影ができる環境なんですちなみに私たちがこの場所まで行ってしまうと死んでしまいますので当然宇宙服のようなものを着ないといけません私たち生物にとっては宇宙と何も変わりのない環境ですね そしてこの高度まで上がると先ほど 1m60 ーーーーから 2m ーーくらいの風船ですねあれがものすごく巨大化しています体積比にして80倍くらい80倍から90倍くらいの大きさまで大きくなってそれが耐えきれずに破裂してしまいますそしてそこから空気がない場所なので抵抗を受けずにまっすぐ落ちてきますまっすぐ落ちてくるこの時の速度がおおよそ 時速1000キロ以上の速度です。マッハは音速速を超えるくらいの速度ですすね荒ぶってますで落ちてくるんですがそれがそのまま地上に落下してきてしまっては危険ですのでちゃんと安全になるように装置が作られています、えー、大きなパラシュートがついてましてそれによってふんわりと落ちるようになっていますこちら回収のシーンなんですがこのような小麦畑で回収できるように発泡治療の球体は全く傷ついてませんねこのように安全に回収できるんです ありがとうございます <laughs> さて、えー、何度も風船宇宙撮影という言葉を使っていますが風船宇宙撮影というのはそもそも何なのかというと簡単に言ってしまうと風船を使った世界一安全な宇宙開発ですそしておそらく世界一小さな宇宙開発ですなので、えー、例えばこのように子どもが近場でやることもできます安全です このよううににいろんな人がでできてしまう宇宙開発ですこれをどんどん広げていきたいですね。ということで今後の展開なんですが、えー、私自身はこの宇宙撮影宇宙を誰でも震えられるようにこの宇宙撮影を使っていきたいなと思っています例えばこの2枚の写真私が撮影したものでありません今年私が高校生に教えることで日本で2校の高校生の子たちに成功させてもらいました。このようにに学生時代に 到底不可能そうな宇宙というものを成功させることによって自分自身で何でもできるんだっていうことを経験してもらえたらいいなと思っていますきっとその子の人生において大きなものになり将来いろんなものに挑戦できる若者が増えていったらまあそうなってもらえたらいいなというふうに思い私はこの方法を公開することでたくさんの人に触れてもらいたいなと思っていますまたこちらパラシュートです先ほどの上空でパラシュートが展開している時の様子なんですが まあ、さぞ特別なパラシュートと思われるかもしれません。これ、ゴミ袋とガムテープとスズランテープでできています。1万100円かかってません。このパラシュート、こんなので耐えちゃうんですよ、えー。ちょっと裏話がありまして、このパラシュート、何も言わずにジャックさんの方に見せたことがあります。これ、どう思います使えると思いますって聞いたら、いや、無理、無理って言われたんですよ。これ、落ちてきたやつですよって言ったら、えー、嘘という話だったんで、意外と動くってこと知らなかったりするんですが、まあ、意外とこんなもので作れちゃうんですが、この簡単なパラシュート。 実際に子供たちに作ってもらうワークショップなどもやってますあのやっぱり科学っていうものを乾燥した状態で教科書から学ぶとなかなか受け付けませんしかし科学はもともと自然から持ってきたものです自然の要素を切り出してきたものですなので一回自然に立ち返って 自分自身で自然に触れることで科学を学んでくれるとより科学を身近に感じてもっともっと好きになってくれるんじゃないかそして自分自身が宇宙開発にも携われるんだということを感じてもらうことでいろんなことに挑戦することができる子どもたち増えていったらいいなと思いこんな活動もしています私自身ああこういったものもですね全て私自身のホームページで公開してましてもっとたくさんの人にできるようになってもらいたいと思っております そして私自身はですね体験する宇宙とかできたらいいなと思ってまして例えばこれパノラマ映像です360度のパノラマもしくは全天球のパノラマとかもあるんですがこういったものを例えばですねエレベーターの中とかに全天投影することでこう自分自身が1階から上空に行くにつれ最上階に行くにつれどんどん宇宙に近づいていくようなエレベーターがあったら単なる移動手段でしかないエレベーターがちょっと幸せな空間になるじゃないですか。 まあ宇宙を身近に感じるもありますがちょっとした喜びをと届けられるようなものを宇宙を使って作っていけたらいいなと思っていますそしてあこれが札幌市の青少年科学館でやった、えー、このようなプラネタリウム公園とかもできていますねこのようなプラネタリウム用のコンテンツを作り日本中に配信できたらいいなと思っています さて、えー、私自身の夢ですが来年度は進化への挑戦をしたいと思っていますあの上の次は下かという非常に安直な考えのように感じるかもしれませんが、えー、私自身自然科学大好きです上の探求はしましたので次は下の探求をして下には生物がいました,た新しい生き物がいます新しい生き物を見つけて適当な名前を付けてみたいですね、えー、いろんなこと実験してみたいです私自身がそういっていろんなものに探求してそれを達成していくことを見ることで私自身の こういった宇宙のことをやってくれた高校生たちなり小学生たちそういった子たちがその私の姿を見ることでもっといろんなことに挑戦して何でもできるんだなということを感じてもらえたらいいなと思っていますさて皆さんに今日一つだけ覚えて帰っていただきたい言葉がありますそれはやってみるから始めようという言葉です何事もやってみれば始まりますやってみることで分かることってたくさんありますですのでまずやってみてはどうでしょうか皆さん ご清聴ありがとうございました。